フランチェスコ・グアルディは、イタリアの都市景観画や基礎画や風俗画を描いた画家である。ベネツィアで生まれた。父親のドメニコ・グアルディは来た、イタリア、トレンティーノ出身の画家で、兄弟のジョバンニ・アントニオとニコロは画家になり、姉のマリア・セシリアは、画家、ジョバンニ・ワッティスタ・ディエポロと1719年に結婚している。 1735年から1741年まで都市景観画の描き手でもあるミケーレ・マリエスキの工房で学んだ。兄のジョバンニ・アントニオが1760年が死去するまでは弟のニコロと共に兄弟で経営する工房で働き祭壇画などを描いていた。兄の没後、マリエスキやカナレットに学んだ都市景観画や 奇想画と呼ばれる実在する風景と空想上のものとを組み合わせた都市景観画を主に描き、カナレットも多く描いたベネツィアの街を描いて成功した。はじめカナレットのような正確な風景描写からより自由な独自の作風に移り、晩年は風俗画なども描いた。息子のジャコモグアルディも都市景観画を描いた画家になった。ありがとうございます。